薩摩揚げは魚肉のすり身を成形し、油で揚げた日本の料理である。魚肉練り製品であり、揚げかまぼこに分類される。中国由来の料理が琉球に伝わり、薩摩を経由して全国に広がったとされる。島津成明らが初藩のかまぼこなどをヒントに、鹿児島の高温多湿の風土に合う揚げ物料理を考案させたとの説もある。鹿児島県び沖縄県では一般に、 つけ揚げやつき揚げと呼ばれる。石川、富山、長野や静岡伊東の主に東日本では、さつま揚げ、西日本では、天ぷらとも呼ばれる。魚肉のすり身に、塩、砂糖などで味付けし、形を整えて、油で揚げたもの。丸型、角形など形は様々である。ごぼう、イカ、ゆで卵などの素材を包み込んだものもある。水産地では、 地元で多く取れる魚を材料とすることが多く、イワシサメ、カツオサバホッケなど多様だが、ほとんどの場合2種以上の魚を混ぜて使う。すり身のみで作られたもののほか、キクラゲ、ベニ生姜、玉ねぎ、ネギなどの野菜を入れたもの、チャコ、イカ、タコ、エビなどの魚介類を入れたもの、薬味を加えたものなどもある。そのまま、あるいは軽く焼いて、生姜醤油や辛子醤油などをつけて食べる。 おでん酒、うどんの具、皿うどんの具、煮物の材料にも用いられる。ありがとうございます。